皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。見てください、赤いバファローズプロモデルのユニフォームを作ってもらいました。まあ、今日は僕が誕生日ということもありまして、あの球団の有志、中継スタッフの有志が、この、上等なユニフォームをプレゼントしてくださいました。背番号60は年齢です。で、名前も入ってる。名前も、ね、はい。今日はあのカープ戦だったんでね、なんか赤かぶるかなと思ったんだけども、またカープの赤とはちょっと違う赤なんでね、非常にいい感じですね。あの後ろの帽子も見えます。 B マークの赤い帽子も作ってもらいました。特注です。というわけで、ありがとうございます。今日これを着てカズチューブ始めたいと思いますね。見事なサヨナラ勝ちで、この交流戦を締めることができました。よかったですね。交流戦優勝もあった。で、今日のまあ試合の流れは、まあ、皆さんもご存知なんで、ここでは割愛しますが、9対8というスコアで、サヨナラ勝ちということになりましたね。で、まず、中嶋監督の談話をお伝えしますが、まあ、今日のゲームね、まあ、正直言うとあの8対5のままで9回終えないとということですね。やっぱりこう後ろは難しいねということで、今日はあの平野投手もあの昨日も投げていたしということで、今日あのベンチ外れていたんですね。だからその平野がいない時にさ、どういった形で後ろを組んでいくのかという課題もあるんですという話もされていましたね。で、まあ、今日はあの3点差リードで9回の表、 K 鈴木投手がマウンドに上がったんですが、まあ、その場面も振り返って、まあ、ここまではもっと厳しい場面でも彼は投げていたはずなんだけども、なかなかねということで、あの追い込んでから爪が甘くなってしまったねという話をしておりました。で、まあ、その辺のところね、後ろをまあこうどう固めていくのか、もちろんまあ基本戦はセットアッパーがヒギンス、9回は平野投手ということもあるんでしょうけども、やっぱり連投であるとか疲れということを考慮すると、それ以外のパターンも組んでいかないといけない、まあ、そこをねどう固めていくのかというところも課題ですねという話はされていました。ただまあヒギンス、平野投手がいない間というのはね、それ以外のピッチャーがそこを埋めていたわけですから、まあ、その経験値にも期待したいというね、監督の思いは、どうやらあるようですね。ちょっとカメラの位置を変えますね。すいません、微調整でした。まあそういうこともありながらの今日のゲーム、まあ、そこをやっぱりね、あの終盤、オリックスがリードしてさあ継投に入った時に、まあ、相手がね諦めてしまうような、まあ、そんなこうリリーフ陣を、形成していかないとという話を、監督はされていました。で、今日はあの先制されながらも、すぐに、初回から反撃に転じて杉本選手のホームランもありましたし、あの3回の一挙6点のビッグイニングでゲームをひっくり返していくわけなんですが、あのつながりは監督もやはり評価されてましたね。本当にあの後ろになんとかつないでいこうという意識もみんなあって、ロメロも打ったしと、本当に貴重なヒットがいっぱいありましたという話をされている中で、あの9回同点に追いつかれた後の攻撃、ね、で、まずその9回の表、3点取られて同点に追いつかれるんですけども、あそこ追い越されなかった、それもあの大きかったんだよねということを監督おっしゃってましたね。で、あの9回も先頭あの周平福田選手が出て、まあ、その後宗選手のバントがありましたでしょ。あの場面も監督は昨日同じようなケースでバントの失敗があった、まあ、そんなプレッシャーがある中でしっかりとね、宗選手がバント決めてくれて、で、まあ、ランナーセカンドに行くとおそらくはファーストランナー埋められてしまうんであろうというのも計算済みで二塁一塁、そこで送った代打がジョーンズで、ジョーンズもやっぱりそこでね、あのしっかりとあのボールを見極めて選んでくれてつないでくれた、これも大きかったねという話をしていました。で、まあ、最後は T 岡田選手が決めるわけなんですが、まあ、そういったあの後ろにつないでいこうという、まあ、その、 あの各選手のそういった気持ちが非常に今ね、あの素晴らしいんだという話も監督はされていましたね。まあ、ですから、今日のゲームを終えて、結局12勝5敗1分けというのが交流戦の成績だったんですけども、まあ、交流戦で貯金を作って、まあ、そしてこの上位パ・リーグの順位見ましても上位を詰めてきました。監督、あの上位との差が詰まってきました、背中が見えてきましてね、上位チームのみたいな質問が飛んだんですね。そうすると監督はどこにそんな背中が見える、見えるわけないやんという、答えが返ってきましてね、あのまだまだ先は長いんだよと、今ねこの時点で交流戦の優勝もちろん嬉しいんだけども、ただそんなにめちゃめちゃ嬉しいわけではない、なぜならばまだシーズンの途中であって先が長いんだと
いうことをおっしゃってましてね。でこれから体の疲れももっともっと出てくる時期にもなってくるし、さらにこの上位競ってくるということになるとプレッシャーもかかってくると、疲れとプレッシャーとこう戦いながらということになってくる中でどんなゲームができるのかということがポイントになってくるんだと。だから我々はあくまでも最下位からのスタートのチャレンジャーなんで、とにかく目の前の試合を一戦一戦しっかり戦っていく、貯金を一つずつ増やしていく、まあ、そういった意識で戦っていくしかないんで、上とのゲーム差が何ゲームとか、今順位がないとかそういうことは問題ないと、関係ないということを監督は話されておりました。さて今日は最後試合決めた T 岡田選手の談話なんですが、まあ、ヒーローインタビューにも出ていましたけどもね、2010年以来のさよならと本人おっしゃってましたね。あの場面ね、まあ、とにかくみんながつないでくれて、自分のところに打順が巡ってきたんだけども、やっぱりあの場面プロ野球選手ならばね、自分で決めたいという思いがみんな強いはずなのに、そこはしっかりとつなぐという意識でね、ボールをしっかり見極めてという状況でチャンスを広げてくれた。で相手ピッチャーは栗林、いいピッチャーなんだけども、今日に限って言うとコントロールに少し苦しんでいたし、そして前のバッターも自分に回してくれたしということを考えればね、あそこはもう決めていかないとという中で、まっすぐいいピッチャーなんで、まっすぐを基本で待ちながら低めのフォーク、カットボールにもケアしながらという中での打席だったそうなんですよね。高めの浮いた直球が来ればそれはしっかりこう叩いていこうというふうに考えていたそうなんですが、まあ、ものの見事にねその読みもはまったということになりましたね。素晴らしいヒットでした。T 岡田選手も今本当にこのチームムードも非常にいいし、自分が2010年、このオリックスが交流戦優勝した年、T 岡田選手はルーキーイヤー1年目だったということ、まあ、先輩がたくさんいたんでね、その頃と僕は立場は随分違うんだけども、あの時はもう右も左も分からない状況の中で自分のことだけを一生懸命考えていたんだけども、まあ、今はやっぱりこう先輩という立場で後輩がたくさんいる、若い選手がいっぱいいる中でね、その後輩たちが、気持ちよくプレーできるような、まあ、そんな環境をね、作っていくのも自分たちの仕事だしという話を T 岡田選手はしておりましたが、まあ、今日は見事に最後ねヒーローをさらっていきましたね。素晴らしいサヨナラヒットでありました。まあ、今日のゲームも、まあ、本当ならば9回の表で終わっていればよかったんですけども、あそこでやっぱりこう追い越されずに、9回の攻撃で相手の好投手から1点をもぎ取るというこの強さっていうのはやっぱ今のオリックスにありますよね。だから実際僕も見ていても、まあ、9回はちょっとこれまずいなと思ったんだけど、守りはね、だけどもなんか負ける気は不思議としなかった。それは、最近のこのオリックスの戦いぶりをずっと見ているからかもし、れませんが、まあ、その中で期待通りにね、T 岡田選手が決めてくれたというゲームでもありました。さあ交流戦は12勝5敗1分けで終えてということで、まあ、トータルの勝ち越しも今日で3つになったのかな、最後は引き分け挟んで6連勝という中で、いよいよ来週からはまた、パ・リーグ同一リーグ内での対戦に戻っていくわけで、まあ、監督もおっしゃっていました、まだまだ先は長いという中でね、このオリックスが今度はパ・リーグチーム相手にどんな戦いを見せるのか、注目、皆さんと一緒に、見守っていきたいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。赤のいいでしょ、赤いやつね、赤いやつ、赤ヘルじゃないよ。なんか昔の夏の陣のユニフォームみたいっていう方もいらっしゃったんだけど、それともまた違うような感じするんだけど、まあ近いかな。でこれは帽子ね、赤い帽子、ちょっとね本ちゃんよりも B のマークが小さいような気がするんだ。まあでもかっこいいねと思いました。というわけで本当に今日は誕生日でいろんな方々からメッセージも頂戴しましたし、本当にありがとうございます。プレゼントもケーキも頂戴しました、ありがとう。佐久間さんからお団子ももらいました、ありがとうございます。まあそんな感じで、ね、そして神戸くんとみやちゃんからはセンスもらったしね、本当にありがとうございます。皆さん気を使って、いただきましてありがとうございました。今夜もご視聴最後まで本当にありがとうございました。さあ、MVPやる明日、まあもう MVP はね、まあ交流戦の MVP ってことになるんだろうけど、まあピッチャーでは山本由伸ね、交流戦3勝しましたし、
打つ方では T さんか周平さんかという感じになるのかな、というような気がしますが、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。さあこの後プレーフチップス野球カードちょっと開けてみようかな。